バベル裁判所。俺の名前は進藤雄介、普段は記者をしている。あなた、お仕事はいいの？次の取材まで時間があるんだ。記事を書くのなんてここでもできる。ありがとう。妻のアスミは入院しながら移植する肺のドナーを待ち続けている。ドナーは基本的に親族に限定され、6親等以内の血族と3親等以内の混族から選ばれる。残念ですが適合する方はいませんでした。そうですか。生体ドナーを諦め、脳死した患者から肺が提供されるのを待つこととなったのだ。日本で臓器移植を希望している患者はおよそ1万5000人いると言われている。それに対して1年間に臓器移植を受けた人はおよそ400人、 2-3% ほどしかいない。きっとドナーは見つかるさ。日本は深刻な臓器不足に陥っているのである。そんな神に祈るような毎日を送っていたある日のことだった。服役中の受刑者が移植用に臓器を提供することで刑期を短縮する。これが今期の国会で私が成立を目指す法案です。若手の政治家である剣崎守が提出した法案が世間を騒がせたのだ。早速俺は剣崎議員に取材を申し込んだ。お忙しい中ありがとうございます。いえ、ドナーを必要としている人たちとぜひ話がしたかったんです。剣崎議員は元検事であり、数多くの難事件そして凶悪犯たちと関わってきた人物だ。そんな彼だからこそこんな法案を思いついたのかもしれない。私が起訴した中には求刑よりも軽い判決を受けた犯人が何人もいました。懲役3年の刑にしよう。そんなもんか。今度はバレねえようにしねえと。彼らの再犯率も低くはありません。剣崎議員はそんな不完全な日本の法律を変えるために政治家になったのだという。罪は刑期ではなく社会に貢献する形で償うべきだと考えています。その一環としての臓器の提供なんですね。妻のためにも私は全力で応援します。しかし法案には強い反対の声も寄せられた。真に罪を償うというのはこういうことだ。服役期間は更生のための時間です。対価を支払って短縮されるなんてことは許されません。彼女も反対派の一人、人権派として有名な鎧塚キリコ議員だ。そもそもドナー提供は自由意志で行われるものです。報酬を目的とするものでも誰かに強制されるものでもありません。もちろん提供するかどうかは受刑者に決めてもらいます。そして人のために何かを差し出すことは十分公正につながります。法案をめぐる議論には専門家も呼ばれた。受刑者は統計的に何かしらの病気を持っていることが多い。思わぬ健康被害につながる恐れもあります。例えば死刑囚はどのように扱われるのでしょう。命が助かるのなら喜んで臓器を提供するでしょう。やはり倫理的に問題があると思われているのか、大多数の議員が法案に反対していた。治安の維持もドナー不足も簡単には解決しない。どうしてそれがわからないんだ。負けないでください。頑張りましょう。法案をめぐる議論は世間でも大きな注目を集めていた。法案についてどう思いますか？臓器で減刑になるなら儲けもんだろう。でも売る方が金になるんだよな。臓器提供が罪人に本当にふさわしい罰なのかは疑問だ。だが助かる人がいるのも事実か。いろんな人にインタビューをしたが、一般の人の中でも反対の声が多かった。人として間違ってる気がするのよね。世の中の人は臓器不足の深刻さが分かってないんだ。私も誰かを犠牲にしてまで行きたくないな。アスミのまさかの言葉に俺はついカッとなってしまった。何も無理やり内臓を抜いてやろうってわけじゃない。そういう言い方はよせ。収監されてるなら強制してるのと変わらないわ。そもそも犯罪者だ。どうなってもいいだろう。あなたにそんなこと言ってほしくなかった。俺はアスミに生きてほしいだけなんだ。それはアスミが入院してから初めての喧嘩だった。しかし俺と同じ思いの人たちもいた。剣崎議員の法案に賛成します。私たちの家族を助けてください。逆にそんな人たちを悪人のように扱う過激な反対派の人たちもいた。受刑者たちも人間なんだぞ。ただ人でなし。君たちやめるんだ。倫理や人権を尊重する人たちが暴力に訴える。そんな皮肉な話は珍しいことではない。そしてついに法案をめぐる結論が出された。反対が多数となりましたので本法案は否決されました。当然です。私の力不足で申し訳ない。そんなことはありません。この法案がきっかけでドナー登録者が増えたんです。これからも応援しています。しかしアスミのドナーが見つかることはなかった。仕方ないよ、そういう運命だったんだよ。俺は記者の情報網を使ってある男たちに接触した。客ってのはあんたのことか。金はいくらでも払う。助けてくれ。
新鮮なのが揃ってるぜ。車に乗りな。それは臓器の売買を行っているという男たちだった。当然臓器の売買は違法である。例の法案が通っちまってたら廃業になってるところだったぜ。あんたもラッキーだったな。妻が助かるのなら何だっていい。あの法案にはこういった犯罪の抑止にもつながっていたのだ。しばらくすると組織のアジトへ到着した。どうだ、よりどりみどりだろ。こんなにいるのか。そこに集められていたのは多額の借金を抱えた債務者たちだった。やいやいやい、てめえら卑怯だぞ。あんなまね、うるさいぞ。彼らを哀れとも感じるが背に腹は変えられない。500万。愛する奥さんのためなら安いもんでしょう。わかった、払おう。おい、無視してんじゃねえ。まともなもん食ってねえ俺の臓器なんかろくなもんじゃねえぞ。うるせえぞ。その時だった。なんでてめえ。死ぬ奴に名乗っても意味がないだろう。てめえらやっちまえ。あいつはまさか。その男は犯罪者から金を奪い、その金で被害者や弱者を救済しているという義賊だった。よっしゃ、今のうちだぜ。うりゃー、俺は逃げるぜ。義賊の男は瞬く間に組織の人間たちを皆殺しにしてしまった。残るはお前だけだが、組織の人間ではないな。客か。まさか噂の義賊に会えるなんてな。おかげで俺の妻はもう助からない。違法であってもそれでしか助からない命もある。こいつらだって殺してしまうくらいなら臓器を利用した方が世のためだろ。罪人が臓器を提供したからといってそれが何なんだ。罪を犯した者は正しく裁かれるべきだ。そう言い残し、義賊は夜の闇へと消えていった。そして事件から数日後。短い間だったけど、あなたといられて幸せだったわ。そんなこと言わないでくれ。俺を一人にしないでくれ。アスミー。アスミは静かに息を引き取った。あの法案さえ通っていれば助かっていたかもしれない。そんなことばかり考える俺だったが、ある可能性に気がついた。ドナーの情報は知ることができない。もし凶悪犯の臓器を移植されてもわからないんだ。そうして刑期が短縮された凶悪犯が野に放たれる。アスミはそれに耐えられただろうか。しかし、それでも大事な人に生きていて欲しかったと願うのは仕方のないことなのだろう。今の俺にできるのはこれくらいだ。それでいいよな、アスミ。小さなことでもできることをする。世界をより良くするにはそれしかないのだ。動画で紹介した法案はアメリカのマサチューセッツ州議会で実際に提出されました。実際の法案では臓器または骨髄を提供することで最大1年間の懲役刑を免除されるというものでした。しかしこの法案は価値ある対価を得るために自身の臓器を提供することを禁ずる連邦法に違反していると考えられるため可決される可能性は低いでしょう。次回のバベル裁判所は親子間の暴力も罪になるのか。反抗期の息子が親と喧嘩、その後弾みで警察に通報してしまう。お父さんの虐待が認められて傷害罪で逮捕。一体どうなっちゃうのか。皆さんはこの法案に賛成ですか、反対ですか。コメント欄であなたの考えを教えてください。